神明神社は埼玉県札手市中二丁目一の号に所在する神社である。この神明神社は1755年に伊勢高大神宮の分霊を祀った神社であり、1873年4月より旧札手町の尊者の一つとなっていた。境内地面積は70坪となっており、祭礼は毎月27日とされている。夏祭りでは、 今宮大杉大明神の祭典で、安馬様と呼ばれる、大杉祭りが催され、神輿が担ぎ出される。境内者は、複数あり、稲荷大明神、聖徳大子堂、水神宮と書かれた変額のある社が一社、菅谷山と書かれた変額のある社が一社、成田山と書かれた変額のある社が一社、今宮大杉神社と書かれた変額のある社が一社、それぞれ祀られている。 境内施設として、本殿、鳥居十月、序町出し倉、神明会館、案内板、長寿社、水道、灯籠、電灯、狛犬一帯、ラフ道村と掘られた、石碑、水神宮と掘られた、石碑、高神区用刀と掘られた、石碑、神明社拝殿新築記念碑と掘られた、石碑、弁財店と掘られた、石碑、記号工程表、広場、鉄棒、 ブランコ、ベンチ、水路の暗挙、切り株、胃腸、モーチの木、杉の木、手焼きの木などである。ありがとうございます。